で今日は2022年の10月19日、10月19日は僕にとってとっても大切な日で、マザー・テレサの日でもあるんだけど、自分がいつも歌を歌っている、作詞をしてくれた人の命日もこの10月19日っていう日です。どの歌かって言ったら、命痛ましいっていう曲を10年前から歌わせてもらっちゃうんだけど、それを作詞した人はずっと元気いっぱいで過ごしようかなんだけど、50歳ぐらいになった時になんか体の元気がないなと思って病院に行ったら、自分が癌だっていうことが分かって、あと3ヶ月しか生きられないってなったよね。その時に自分は何ができるだろうと思ってテレビをつけたら、なんか子供が命をなくしたりとかっていうテレビを見て、生きたくても生きられない人もいるのにな、子供たちが元気で生きてほしいなと思って命痛ましいっていう曲を作りました。これは福島県っていうところの人なんですけど、自分が亡くなった後にでもこの詩に曲をつける人がいたら、誰かのつてでどこかで歌ってほしいなって言って、その歌が巡り巡って僕のところに来て歌わせてもらっている曲がこの命痛ましいっていう曲です。今みんなが歌った曲を聴かせてもらったけど、マーシーもみんなにお礼で歌わせてもらっていいですか。ありがとうございます。